ハイエブリデイ餃子店、スタッフの片柳です。はい、さて今回は、何をするんですか？はい、今回はですね、はい、2023年に年が明けまして、はい、今年がうさぎ年らしいので、うさぎにまつわる景品をね、5つゲットしていただこうかなと思います。なるほど、はい、景品は片柳くんが決めて、あ、そうなの、あ、好きに決めて、好きに決めていただいてよろしいので、難しいやつもう自分の判断で。なるほど、お願いします。はい、じゃあわかりました。はい、じゃあね、これから景品5つ、うさぎだね、うさぎの景品5つ取っていこうと思います。ではね、早速店内の方に行こうと思います。はい、じゃあね、まず1台目はこちらの、このね、ドラえもんのうさぎのぬいぐるみを、うさぎの食べ物のぬいぐるみ取っていこうと思います。お、あ、いいじゃない。で、これでね、頭の方を持ってあげればいいかな。あ、いいよ、これナイスムーブだ、ナイスムーブ、いいんじゃない。これ来たんじゃない。はい、じゃあね、次の台に行こうと思います。はい、はい、では、ね、次2台目こちらになります。たべっ子動物のガマグチ、このね、ウサギを狙っていこうと思います。ギリギリ狙うと大きく動くかもってなりますね。どんだけギリギリを狙えばいいのかわかんないけど、ちょっとじゃあね、あるちゃん狙ってみようと思います。あー、なるほど、なるほど、あー、なるほどね、もうちょっと上だったら今の動いてたから。お、おー、すごい、結構動くじゃないですか。結構動けますよ、これすごいね。ほら、もう見てる方が落ちますから。あ、あ、落ちないじゃないですか。ちょっとすごいところで止まってます。ちょっと待ってくれよ。これ押してあげればいくんじゃない。そうだ、ね、後ろ、あの口のあたりを押してあげれば。ほら、ほら、ほら、こちらのスタッフ動物のガマグチのね、ウサギのやつで出てきました、はい、じゃあ、あと3つだよね。あと3つ、じゃあ、次の台行きますか。はい、はい、はい、ではね、3台目はこちらのミッキーのソーラー、揺れるソーラーフィギュアになりますね。首が揺れてます。いいね、これは、そうね、ソーラーパネルが手前について太陽の光で動きます。太陽の光だけ入れちゃうんですよね。あ、やべ、だけどちょっと真ん中ずれてる。まあ、こっからのね、リカバリーするのがね、自分の見せ所ってやつです。あ、もうその次は落ちるんじゃない、これ次いける？え？はい、ではこちらね、3個目ミッキーのソーラーカーです。ソーラーフィギュアゲットしました。はい、次行きますか。はい、はい、
ナイス。はい、じゃあね、次4つ目の景品はね、こちらになります。なんでなんで、ハッピーバースデー、カラーパステルラビットハートってやつですね。で、これは1月何月夏赤のうさぎちゃんを朝がこのまま寝られてる。そうだ、なるほど、俺が苦しむのを見たいと。そうだ、まあ、じゃあやってやりますよ。よし、じゃあこの手前の赤を取ろうかなと思います。手前にもあると。え、奥やろう、奥やろうと思ってたんだけど、ね、スタッフ家はね、あのね、ちゃんと置いてくれるんで、今回はね、もう俺を苦しめたいだけの、あ、ほら、まあ、ほら、ほら、でも逆によくない？あ、ちょっと埋まんないように気をつけてね。あー、一言、じゃあ、ワン、ちょっとも何秒か前に言ってほしかった。でもまだ大丈夫だよ、まだ顔がこっち向いてるから、こっまだ顔、この子ね、俺に 目線向けてくれるからね、まだやる気ある。大丈夫、埋まっちゃってない？大丈夫、まだやれるって言ってる。はい、ありがとうございました。はい、こちらのワンダイの名前がハッピーバースデーカラーパステルラビットのハート、うん、1月の景品ゲットしました。はい、じゃあ残すところあと1個だね。あと1個、はい、じゃあね、最後いきます。こちら最後のね、こちらの景品になります。アニマルキングダム、ウサギの森。ガチのウサギですね。ガチのウサギだね。これなんだ、これこの俺前飲んでいいんだ、この黒いやつ。黒、そうよし。あ、大丈夫、これもう積んだんじゃない？手前行きすぎるとクレーンが届かなくなっちゃうことあるの。うーん、いっちゃいますかぐらいを。そのここに、いや、まあ、一応ね、これね、一応ね、大きい子と小さい子がいるんですよ。本当だ。ていうかね、これね、あそこにいるじゃないですか、ちっちゃい子が。本当、まあ、ちっちゃい子はね。なります。あ、なるほど、これ手前の子をどこらへんダメか。手前の灰色のウサギを崩しちゃったが、うわ、ちなみにあれ取ったらもう終わり。終わりだね。え、終わりだけど、狙いは違うよっていう。取れちゃったら取れちゃったら。はっ、あ、じゃあもうこれであれだよ、このあそこの白黒のウサギを。そうだね、白黒が狙いだからね、俺たちは。そうあ、これ2個いけるんじゃないか。あ、2個取れた、それすごいいいよ。あ、お、大丈夫、手前来ちゃった。取りたい先が手前来ちゃいました。結局そっちかい。あ、そうだね、多分みんな視聴者は気づいたと思うんで、このアームがすごいねじれるので。はいはい、はい、では最後こちらですね、うさぎの森のこのうさぎ。はい、ゲットできました。はい、こちらでもう、そう、ここ取ります、全部です。5個なんで。ミッションクリア。ミッションクリアです。イエーイ。よし。
はい、ではね、今回はこちらのうさぎの景品5個撮ってみましたけれども、他のね、うさぎの景品がね、たくさん出てくると思うので、皆さんぜひね、ゲットしに当店に遊びに来てください。はい、ご視聴ありがとうございました。そして、ね、はい、Twitter とかでやってるので、そちらもチェックよろしくお願いします。じゃあね、お願いします。